みなみなバスに乗って、なんでパレードを見たいものはパレードを見て、そうでないものは自由に行って、そうなの、そうなのこの後みなの予定としてはパレードを見に行くの？そうですね、今からキャッスル、ホテルキャッスルというですね、夜会の会場にご案内をいたします。お手荷物がある方はそこでお預かりをいたしまして、身軽に、パレードの方に行っていただくことができます。パレードのスタート地点まで私がご一緒いたします。そこからは解散となりまして、ご自身でまたキャッスルに戻ってきていただきますので、行った道をまた戻るということで覚えておいていただくようにお願いいたします。パレードのですね、道順がまだ発表されてなかったのかなと思うんですけれども、下通りの我らより皆のが詳しい、ね、はい、ですね、すみません、なんかいろんな情報が出てるみたいなんですけども、時計の橋から、出発いたしまして、途中森小根にちょっと寄って下通り新市街で終わりでございます。しまった、はい、嘘流してしまった、うん、さあここで南野には残念なお知らせがある。そのパレード、それがしは出ません。心にもないこと。殿も出ません。これぐらいやってくれ。やるならこれぐらいやってくれ。残念。しかしながら他の方々は皆参戦されるということで、さらに他のタイの方々ももちろん参戦されるということであるゆえに、我らの代わりに存分に楽しんで、で再び夜会で会えると良いな。わしの喉次第かな。ちょっとうるさい。静かに。もうちょっとちっちゃな声で言うぞ。ここでは。さあ夜会では、何かの肥後守様と島津様が何かされるということじゃけれども。それがしが司会を任されるということは、時間通りにきっちり収めろということじゃない。つまり伸びると、はい、以上でございます。あ、もちろんの、その我らの不手際で伸びた場合はもちろんそこはちゃんとお見せするけれども、みなみな聞いた通り、開始前にグッズを買う時間がある。もちろんみんなグッズ買いたいと思ってると思う。しかしながら終了後もまた物販をやる。だから時間になったらそこは諦めて、また終わった後に来ようというふうにして協力していただかないと、伸びた分だけ視察争点が消えていきます。やじゃろう。そうか、どんな演舞なのかもみんな知らんのじゃもんな。そうそうそう、一番良いとこでスパッと切るかも。はい、時間になりましたのでこの辺で。それは南田嫌じゃろうから、もちろんその前にちゃんとアナウンスをするゆえ、そのアナウンスの声に従って動いていただければと思う次第、絶対服従しろとかそういうわけではない。例えばのどうしてもお手洗いに行きたいものもおるじゃろうし、まあ、そういうのはちゃんと配慮いたすから、その辺は気にせんで大丈夫。わがまま言わないでねってことじゃ。あ、大丈夫。じゃあ、みなの協力する気満々じゃろ。大丈夫じゃよな。よし、うなずいたもの見てよ。よし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 。今、うなずいとるものは大丈夫ということじゃな。大体全員じゃな。であれば大丈夫ゆえ、安心して楽しんで見ていただきたい。さあ、残り何分つなげばよいんじゃろ。来られました。いらっしゃいましたよ。戻ってこられました。ではこの後も存分に楽しむようによろしくお願いいたすというところで、ちょうど時間通りに殿が参られましたので、殿お待ち申し上げておりました。大丈夫か。もうみんなもう集まったか。はみんな集まったか。話に集まったそうでございます。集まった。はではまたバスに乗り込んでからついてまいれ。はい、ですね、今回貴重なお時間を作っていただきました。肥後守白水会様の小堀先生に皆様盛大な拍手をお願いいたします。
ろしくお願いいたします。では